お疲れ様でーす。今日はですね、いつもと違った感じで横から撮ってみようかなと思いました。どんな感じになるのかなと思って、まあ、実際どういう感じで撮れてるのかわからないんですけれども、まあ、ちょっと変わった取り組みしようかなと思ったんですよね。でこれからですね、ワークマン行きます。ワークマンの和白店っていうところ行くんですけれども、明日バイトなんですよね。で明日バイトですから、さすがにこのポロシャツをですね、2枚ぐらい買おうかなと思ったんですよ。やっぱりまあ動画でも言ってますけど、だいたいよりよりのもの着てますから、今これ着てるのもあれなんですよね、もう5年以上前のやつなんですよ。だからですね、安いものをまあちょこちょこ買っていって小切れにするっていう感じしようかなと思います。まあ50過ぎですから、まあいつまでもずっとこんな感じでボロボロっていうのもちょっと問題はあることはありますからね。外見は気にしないって言いながらも、ちょっとはですね、やっぱ気にしないと人としてダメですからね。だからちょっと気にしようと思ってます。まあこれ今日はですね、これ昨日雨だったのですごく今天気いいですね。でこれワークマン行って、まあ、服を買って、でそれからちょっと今日こそはどっか出かけようかなと思ってますね。でワークマン行く理由がですね、ユニクロって XL くらいまでしかないんですよ、店舗に。でワークマンもそうかもしれないんですけど、なんか見るところによったらいろいろネットで検索してたんですよね。そしたらワークマン 3L ぐらいまで確かあったんですよ。でネット見る限りはですね、値段的には1000円してなかったですね。ユニクロは1200円から1500円ぐらい、やっぱポロシャツもしますけれども、確かですよ。でワークマンは780円と800円ですから、これはかなり安いなっていう感じです。で今ワークマン流行ってるので、ちょっとワークマン経験してみようかなと思ったっていうのもありますね。じゃあちょっと安全運転で行こうと思います。じゃあすいません、失礼します。実際の交通規制や道幅に注意して走行してください。いや、ワークマン行ってきましたよ。ワークマン正直言ってですね、まともな服ないですね。やっぱりユニクロじゃないとダメです。ただこれですね、お客さん2人しかいなくて、で1人帰っちゃったんですよ。で私で1人になって、買わずに店を出るっていうのができなくなりまして、雰囲気的に買ってきましたね。とりあえずはですね、これいらないんですけど、こういう服買いましたね。バイト用だったらまあ何でもいいんで、これでいいかなっていう感じですね。襟元がですね、私これいうの好きじゃないんですよ。これぐちゃぐちゃっとなってるの、きちっと最初からなってないですよね。だからこれ洗えばもっとぐちゃぐちゃになっちゃうと思うんですけれども、まあこれでもいいかなっていう感じです。明日これ着ていこうとは思います。通気性はすごくいいんですよ。これ分かります？すごい通気性が良くてですね、これ気持ちいいなと思います。風通りが、顔見えるでしょ、これこうやったら。私の見えないかな、見えてないのかな、これ。まあそれぐらいいいですね。表面はですね、穴開いてないんですけど、バックの部分、背中の部分はこう穴が開いてますね、微妙に。だからこれ気持ちいいと思います。なんかゴルフウェアっていう感じなんですけど、これ安いからもういいやと思って買いました。780円ですね、これ780円でした。まあこれぐらい買わないと出れないですからね、店ね。780円、まあいいでしょう、バイト用です。であとはですね、どうしてダメかって言ったら、ワークマンなんか全部ここにこれ以外はポケットがついてたり、ここにチャックがついてたりしてるんですよね。やっぱ作業着とかから派生してるものですから、物入れをちょっと重視してるみたいですね。あと後ろになんか縦線で文字が入ってたり、ちょっとですね、微妙だなっていうものばっかりでしたね。それが残念でした。まあ仕方ないんですけど、まあこれでいいかなっていう感じです。あとはですね、PayPay使いませんでしたね。現金かカードだけっていうことで、私は現金にしました。
現金1000円払って780円で220円のお釣りっていう形ですね。まあこれでいいです。お客さん来たな。結構お客さん、あ、違うわ。違うですね。店の人だな、これ。じゃあすいません。失礼します。もう帰ります。やばいですね。着てみたんですよ。着てみたらですね。なんか 3L なんですよね、ほら。3L。ですよね。だからですね。余裕を持って着れるなと思ったんですよ。そしたらなんかパッツンパツンですね。肩もギリギリ、どっちかって言ったらもう一回り大きい方がいい感じですね。肩とかパツパツですね。780円だから安いことは安いんで、着なくてもいいっていう選択肢ありますけれども、もったいないですもんね。だからちょっとこれ明日バイトに着ていこうと思います。下にちょっとシャツ着た方がいいかな。これなんだかんだパッツンパッツンですもんね。ちょっと考えます。ワークマンはですね、なかなかズボンとかすごい良かったです。ズボンとかは本当にいいですね。あそこいろんなものがあって、ただポロシャツに関してはダメですね。作業着とかは最高ですけど、やっぱポロシャツに関してはしつこいようですけれども、ユニクロを選ぼうと思いますね。じゃあすいません、失礼します。今日は最後にですね、ドリップバッグ、ドトールのドリップバッグを飲んでみようと思います。やはりですね、他社のドリップバッグを飲んで実際に美味しいかとか、どういったドリップバッグになってるんだろうって見ないとダメですもんね。だから今後ちょっといろいろ買ってみようと思います。今までちょこちょこっとは買ってたんですけれども、今後はですね、値段が高めのものも結構あるんですよ。だから買おうと思います。スタバのやつとか、そういうの全部見ていこうかなと思いますね。で、今日はですね、このドトールのは8袋入っててめちゃめちゃ安かったですね。これ確か300円してないと思いますよ。300円してないんですよね、確か。それでもしっかりとした形のドリップバッグなのですごくいいなと思います。じゃあちょっとですね、これ開けて飲んでみようと思います。お湯はもう沸かしましたので、じゃあちょっと飲んでみます。食べ物と思ってますよ。違うよ、これドリップバッグ、これドリップバッグだから。大丈夫？納得した？納得した？大丈夫ね？大丈夫、よし。これ内容量 7g で、ブラジルコロンビアの豆使ってるっていう形で、それでですね、まあこれいいなと思うのが、美味しい入れ方っていう形でちゃんと書いてあるんですね、絵で。私が販売するドリップバッグにも書いてあるんですけれども、これ絵で書いてるって分かりやすくていいですよね、やっぱりね。じゃあちょっと開けてみようと思います。ドリップバッグの匂いっていうのが大切ですよね。あ、コーヒーのいい香りしてます。やっぱりこのドリップバッグ自体は1年ぐらい持ちますからね。このドトールも期限が2023年の5月17日ですから、もう約1年ぐらいですよね。だから持つんで、だから自販機で対応できるという形ですね。それでこういう形になって、まあ全く同じですね。私が販売するのと同じです。もう全く同じ感じです。こう縁にかけて、でここを切ることによって、でお湯を入れて終わりっていう形ですね。これをちょっと切ってっていう形ですね。あ、切れないな。あ、切れましたね。こういう感じでコーヒーが入ってますね。なんか、あ、いい香りしますよ。ちょっとだけ蒸らしてかけて、こんな感じですね。で、これね、20秒だけ待つっていう感じですね。それで蒸らしをするっていう形でしょうね。あとは2、3回に分けてこうやっていきますね。もうなんか漁ってますね。もうダメですね。ホームレスみたいですね。なんかね、ホームレスに2個っていう感じですね。まあホームレスでいいんだったらいいですけどね、好きでやるんだったら。いただきます。あ、コーヒーのいい香りしてますね。香り豊かなまろやかブレンド、いただきます。ドトールですね。うわ、美味しいですね。十分美味しいですね。味しっかりしてるし、これ十分ですね。これでね、これ一袋あたり多分っていうか
3、40円ですね。ドトールにやっぱかなわないですね。こんなに安くて美味しいんだったらちょっとかなわないですね、さすがに。スタバは高いんですけど、やっぱりドトール値段に勝負してますからね。だからやっぱこれすごいな。まあ、ゆっくり飲みたいと思います。まあ、本日は以上です。今後もですね、こうやってドリップバッグいろいろ買って楽しもうと思います。実際楽しいですし美味しいですからね。で、他社のものを研究して勉強することによって自社製品、自分が仕入れてる製品に関してもどん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 改良していきたいなと思ってますね。本日は以上です。いつもご視聴ありがとうございます。独身とも50代、今後もどうぞよろしくお願いいたします。失礼します。